ちょっと特別編で春のお気に入り with サンリオということでね、私の好きなサンリオのオンラインショップから私のお気に入りを紹介していきます。はい、こちら今みんなに見てもらってるのがサンリオのオンラインショップです。でこのサイト結構見やすくって、母の日特集とか、あと UV 対策特集とか、キャラクター特集とかね、結構カテゴリー分類されててね、目的に合わせてね、いろいろチェックすることができるようになってます。ちなみに今回せっかくなんで通販オリジナル企画のものばっかり集めてみました。それじゃあ早速届いたものを紹介していきます。見てこれめっちゃ大きい段ボールでね、私も入ることができました。これ段ボールのデザインもめっちゃ可愛いから、ちょっと捨てられないです。集めたくなるこの段ボールも。そしてこの大きい中に入ってたのがハローキティとポムポムプリンのスタッキングバスケットです。こっちのピンクはキティちゃんがいて、こっちのイエローはポムポムプリンです。いや、ちょうどね、家の洗濯かごを布のやつ使ってたんだけど壊れちゃって、なんかないかなって思ったら通販にあったんでね、この大きいものってやっぱ通販だと楽でいいなってすごい思いました。ちっちゃい子がいる家だったらこうおもちゃしまったりするのにも使えるし、結構ねいろいろ工夫して使えるんじゃないかなって思います。次がこちら、ハローキティ体重体組成計でーす。言えた、早口言葉みたい。でこれ可愛いだけじゃなくてめっちゃ機能が揃ってるんですよ。ここに書いてある通りなんだけど、なんかこの前ジムに行って測ってもらったやつもう家で測れるじゃんと思ってね、びっくりしました。なんかこういう可愛いアイテムがあればね、ダイエットとかスポーツとかもっと楽しくなるかなって思うんで、私もジム通い始まったんでこれでちょこちょこ見ていきたいと思います。なんだか洗面所周りが充実してきました。で次がね、今私が着てるこの T シャツでーす。キティちゃんのリボンがいっぱいの T シャツと、キキララワールド全開の T シャツと、ポムポムプリンの T シャツをゲットしました。この3つが特に大好きで、最近思ったのは多分キティちゃんが一番好きなのっていうのは、グッズ買ってたらいつの間にかキティちゃんのやつが一番多くなってたんで、あ、じゃあそうなんだなと思って。キキララはね、結構なんかファッションに取り入れやすい感じがしてね、私も T シャツとかね、ポーチとか結構いろいろ持ってるのね。でポムポムプリンはもう癒しもうモニョモニョしたポニプニしたあのシルエットがたまんなくてすっごい大好きです。で実はあと2つ段ボールが別で届いてます。ちょっとこれはね、みんなと一緒に開けていこうかなと思います。じゃあ先にちっちゃい方、なんでしょう。お、めっちゃ可愛い包装紙に入ってます。嬉しいねこういうの。あ、キティちゃんのシールも貼ってある。あ、なんかこういうの懐かしい気分になる。あ、箱の中にまた箱せーの、オープン。まだ見えない、やばい。キティちゃんのメッセージシュガーです。ありがとうとサンキューがね、4つずつ入ってます。ちょっとしたパーティーの時とかね、コーヒーの横にこれポンって置いてたらめっちゃ可愛いなって思うし、カップケーキとか作ってその上にこのキティちゃんをポンって乗せたい。もう超可愛い。あとこういうね、名前入れられるお菓子のやつ結構いろいろ種類があったんで、出産祝いとかね、私もこれからやっぱ周りみんなどんどん結婚出産してるから、そういう時にね活用しようかなって思ってます。そして最後開けていきます。はー、いや私どちらかというとこれをね人にあげる側なんだけど、これめっちゃ嬉しいよ。母の日のフラワーブーケでーす。超かわいいキティちゃん。やっぱ母の日に贈るカーネーションって毎年同じになっちゃうから、ちょっと今年はこれで差をつけてびっくりさせようかなって方にはね、すごいぴったりだと思います。このお花のシリーズね、結構種類が豊富でお値段もいろいろあるので、ちょっとお母さんに見つかないように、どうしよう、お父さんとか兄弟とかでちょっとこっそり一緒にみんなでチェックしてみてください。というわけでたくさんお気に入り紹介しました。もうなんかあれだね、私にとってはそのサンリオのオンラインショップがお気に入りみたいな。もうずっと見てるもん、こうずっと。自分のお買い物はもち
ちろんなんだけど、今みたいなねプレゼント探しにねすごいいいなって思いました。もらった方もね、え、これどこで買ったのってなるんじゃないかなって思います。動画概要欄にオンラインショップのリンク貼っとくので、ぜひチェックしてみてください。いやー、ちょっといいね、大きい段ボールが届くってすごい楽しい。はい、そんな感じで今日はこの辺で。この動画がいいと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録もぜひぜひしてってください。今日もご視聴ありがとうございました。